相変わらずね、極左っていうのかな、ご活動界隈では陰謀論がお盛んですね。望月磯子さんということで、今これ大炎上してるんですけどね。ネタです、ネタ。望月さんこんなこと言ってます。まさか日本が保有する F16 戦闘機をアメリカは出させるつもりではないだろうか。殺傷能力を持つ武器の貸与、供与を憲法9条を持つ日本は絶対にやるべきではない。なんていうですね、ツイートをしているんですよね。そこで CNN のニュースを引用してね、同盟国保有の F16 戦闘機、ウクライナ供与を阻止せず、アメリカが示唆と。アメリカのバイデン政権がここ数週間、欧州の同盟国に対して F16 戦闘機のウクライナ供与を認める意向を示唆していることが分かったと。協議の内容に詳しい複数の情報筋が明らかにした。ホワイトハウスにはかねて国会議員や同盟国が一段の圧力をかけ、ウクライナによる同戦闘機の調達を支援するよう求めていたということでね。日本も F16 を出させられてしまうんじゃないかと、望月さんご心配のようなんですが、私の目の前にですね、航空自衛隊の主要装備というページがあるんですけれども、戦闘機3種類ね、ここに出てます。F35A、F15J、DJ、それから F2AB ですね。要は F35、F15 と三菱の F2。これがメインの戦闘機ですね。それ以外は警戒管制機とか、輸送機とか、あとヘリコプターね。それから救難機、多用途支援、飛行点検機とかですね。あと練習機ね。さらにブルーインパルス。その他の装備で対空ミサイルね。こういったものが出ていて、何をどう探してもですね、F16 がないんですよ。望月先輩、ないものを供与することはそもそもできないと思うんで、この時点で終わりかなというふうには思うんですけど、さらに言うとね、アメリカがなんでこういうことを示唆してるかっていうと、武器を供与した時っていうのは、供与された武器をね、第三国に移転するときは製造国の許可がいるっていうのはこれ常識なんですよ。なのでアメリカはもしウクライナ支援で第三国移転ということでね、ウクライナ F16 出すんだったら別にいいですよって示唆しているという話でですね、別に命令したりなったりって関係じゃないんですよ。あくまでも主体はですね、その F16 を持っている各国政府ですよね。これがもしウクライナ支援したいって言った時はアメリカは別にノーとは言いませんよという話をしているので、なんか望月さん大好きなロシアとかチャイナみたいに同盟国って言ってもさ、支配者がいてそいつの命令聞いてるみたいな、もうなんか射程みたいなね、そういうちょっと反社会勢力的なそういうものでお考えにならない方がいいのかなと思ったのがもう一点ね。さらに言うとね、これ私ツイートでも書いたんですけど、日本国憲法9条を盾にですね、殺傷力ある兵器は出せないっていうのはこれちょっと間違った憲法解釈でしてね、日本国憲法よく読んでいただきたいんですけれども、基本的にですね、戦争を禁止してるんですよ。それは武力による現状変更を禁止しているということです。それをするための戦力ね、ウォーポテンシャルを持たないって書いてあるだけですよ。国際法に準拠して国際秩序を守る側の立場に立ちますと、もう国際秩序を壊すようなことはしませんという誓いを書いたのが憲法の前文ですしね。その辺もしお分かりいただいてるんであればですね、テロ攻撃今ね、ロシアはしてきてるわけでしょ。ウクライナに対して。キーウを狙ってきてるわけでしょ。市民が巻き添えになるわけでしょ。狙ってきているミサイルとかね、ドローンを撃ち落とすための対空ミサイル等を供与することは何ら問題ではないし、さらに言うと、そういう攻撃してくる削減値を叩くための戦闘爆撃機が F16 ですから、仮に日本がそれを持っていたとしても提供することになんか憲法上問題あるんですかね。なんか多分望月さんの憲法の読み方が間違っているだけでね、こういうことちょっと上から目線で言われても、あなたは間違ってますよっていうだけの話なんじゃないかなと。ということで、現時点でですね、三重に叩かれる要素満載ですね。そもそも F16 日本持ってません。さらに言うと、武器移転をするときにね、親分と子分の関係じゃないんですからと。あくまでも F16 持ってる国が主体的にウクライナを支援したいという時にアメリカは邪魔しませんよって言ってるだけの話をね、アメリカは命令してウクライナにまた武器を供与しようとしている、戦争が続くみたいな、なんか中華化なんかとね、同じような主張されてるのかなっていうのがもう一つ。あと憲法解釈間違ってますよと。まあこのもうすでに三重苦という状態でね、相変わらずのナイスオウンゴールというところなんですが、これに加えてですね、私いつもね、ツイート拝読させていただいている軍事ブロガーの JSF さんがね、ナイスツッコミをされているので、これちょっと長いんですけど、素晴らしいのでちょっとお読みしたいなと思うんですね。JSF さんはこのように書かれてます。東京新聞の望月磯子記者が、まさか日本が保有する F16 戦闘機をアメリカは出させるつもりではないだろうかという発言で、猛烈に叩かれているのは、単に戦闘機の機種を間違えたという理由だけではないんですよ。日本の戦闘機をウクライナに供与する動きなんて、皆無なのにおかしな邪推をしているからですと。いきなり。いきなりど真ん中、秒殺ですね。秒殺論破なんですが、これに続けてね、このように書いてます。F2 と F16 を間違えた。まあ、興味ないから仕方ないですね。日本が F16 を供与する気だぞ。そもそも保有してないよ。日本が戦闘機を供与する気だぞ。そんな動きは一切ないよ。日本が F2 を供与する気だ。対地誘導兵器の使える種類が少ないので、ウクライナの方が望まないのではというね、割とこういう具体的なこと書かれてます。さらにこれについてね、F15J だと対空専用なので、現在のウクライナの戦況だと F2 以上に使い勝手が悪い。F35 は最新すぎて機密の塊でアメリカが許可しない。というわけで、たとえ法改正しても日本が出せる戦闘機なんてないというのは、少し勉強すればわかることで、単に戦闘機の機種を覚えていないというレベルの話ではないと。たとえ日本の戦闘機事情を全く知らなくても、ちゃんとウクライナ情勢を追っていれば、こんな間違いをするはずがない。日本が戦闘機をウクライナに出すなんて報道は一切出ていない以上、こんな間違いをするはずがない。つまり、望月記者は何も調べずに思い込みで政府批判をしていることになるわけですと。さらにですね、まあなんというか、単にうっかり間違えただけなら叩かれたりしないんだろうけど、他人を批判する際の根拠が盛大に間違っていたら炎上しちゃうんでしょうね、と。まあおっしゃる通りですよね。これはまあ、なんかもう、オウンゴールというかですね、本当にとんでもないミスかなと。だから、批判ありきで、何でもかんでもこじつけでもいいから持ってきてね、やろうとしてるから、こういうことが起こるのかな。でも、おしなべて、望月さんと似たようなこと言ってるような人たくさんいますよね。だから、もともと左翼界隈のね、いわゆる反米こじらして進路派みたいな人は、大体こういう根拠の薄弱なことというかですね、まあよくわからんことを、軍事についてもちゃんと勉強してないしね、言ってしまうということでございます。本当にね、恥ずかしいですね。間違えたら訂正するって大事なことなんですけど、訂正して恥の上塗りになってしまうこともありますので、その時はもう一回訂正した方がいいかなというふうに思います。誰のことかというとね、望月磯子先生なんですけれども、早速叩かれております。今日というか昨日かな、訂正したみたいなんですよ。F16 と F2 書き間違えました。ご指摘ありがとうございますみたいな感じで訂正したらしいんですが、これが恥の上塗りにしかなっていないという厳しい指摘を食らっております。指摘しているのはですね、昨日もご紹介した JSF さんね、軍事ブロガーの方なんですけど、まあ、ちょっとまず読みますね。東京新聞の望月磯子記者は、訂正でさらに恥の上塗りをする羽目に、日本が戦闘機を供給するなんて話は一切出ていないし、F2 は対艦攻撃に特化した戦闘機なので、ウクライナ側が欲しがらない対地攻撃兵装を使える種類の多い F16 が望まれる。この人、ウクライナ戦争の報道を何もチェックしてないんですね、と。いうことで、JSF さん昨日ね、おそらく言い訳するとしたらこれしかないなっていうのを4つぐらい言い訳書いてたんですよ。F2 と F16 を間違えた。日本が F16 を供給する気だ。日本が戦闘機を供給する気だ。日本が F2 を供給する気だって感じでね、間違いのバリエーションやってね、まあそれぞれ言い訳があったんですけども、どうもね、この JSF さんご自身でおっしゃってるんですが、パターンの3番目と4番目にはまるというかと。ね、1番目の F2 と F16 を間違えたというところで、やめとけばよかったのにみたいなね、まあ、そういうことを書いております。そもそも F2 はね、日本の戦闘機で、日本は島国ですから、船でやってくる敵を撃破した方が早いんですよ。だっていちいち全部戦車1個ずつやっつけるよりもさ、船に乗ってるやつ沈めちゃえばもうそれで海の藻屑でしょ。なので、対艦の攻撃に特化してる戦闘機なんですよね。で、これウクライナ送ったって何なのと。ウクライナこんなん送られても困りますよ。黒海艦隊はもう自力で全滅させたんで、もう別に結構ですってなるだろうしさ、送るわけないよね。大体戦闘機を送れなんて話も出てないし、今こっち側で勝手に盛り上がってるのはパトリオットの弾出せって話でさ、戦闘機の話でもないんですよね。政府からそんなパトリオットの弾うんぬんっていうのはまあ、マスコミでちょっと報道あったけど、本当に出すかどうかまだわかんないですしね。あとはゼレンスキー大統領も日本に期待するのは復興支援だってことを明言されてますので、そういう意味で言うと、ウクライナ側もこんな F2 出すなんてことを期待してないし、こっちでも盛り上がってないのよ。仮に盛り上がってるとしたら、パトリオットの弾じゃねえみたいな話で。とにかくね、何も分かってないというか、JSF さん厳しくおっしゃってますけれども、ウクライナ戦争の報道を何もチェックしてないんですかねって多分チェックしてないっていうふうに言われても仕方ねえかなと思います。さらにね、このツイートの最後で JSF さんこんな風におっしゃってるんです。結局、望月記者はこれに気づいてなかったってことです。自身の発言の一体何がまずかったのか本質的なことを理解してない。で、これにっていうのは、ね、JSF さんが昨日書いたね、F16 戦闘機をうんぬんという発言で猛烈に叩かれてるんだけど、日本の戦闘機をそもそもね、ウクライナに出すなんて話は出てねえよと。そういう根本的な問題について気づいてなかったんじゃないのということでございます。あんまりわからないのに F16 と F2 を間違えたみたいな、そういうのやめた方がいいと思うんですよね。望月パイセンね。ちゃんと状況を見てね、結果的にロシアを利するような、そういう言説は平和の敵ですから、平和おっしゃってるんだったら国際秩序とか国際法のこともうちょっとよくお勉強された方がいいかなと、ね、老婆しながら思いました。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー！